では信長の城はどれほどの防御力を持っていたのか。今回特別な許可のもと長篠の戦場跡にその一部を再現しました。さあでは信長が築いた陣地、まず私が体感しています。あちらですね、柵が設けられています。第一の柵です。しかしその柵の手前のこの逆もぎがね、まず入りづらいです。この尖った枝がこう体に刺さるような感じ、なんて言うんでしょう、こう今でいう有刺鉄線のような感じでしょうか。そしてその奥にまた柵があって高さが2メートル近く、これ威圧感がありますね。この城に武田の足軽部隊が挑みます。槍兵がお一人、そしてお手元見せてください。鍵縄を使って障害を取り除く工兵がお二人です。お三方どうぞよろしくお願いいたします。川からスタートした足軽部隊が第三の柵に攻めかかるまでの時間を計ります。では武田軍の皆さんお願いします。信長を倒すぞ。家康を討ち取るぞ。よーいスタート。さあ掛け声とともにまず第一の柵に向かいます。おっと工兵が鍵縄を使って柵を掴みかける。ああ思いっきり引っ張って第一の柵が崩れた。そして槍兵を先頭に突っ込んでいく。おお何か引っかかってるぞ。鍵縄が引っかかってる。工兵が少し手こずっているが第二の柵に無事3人が向かっていきます。そして坂もぎの手前から再び工兵が鍵縄を引っ掛けた。今度はうまくかかったか。いやーとまた1個すり抜けた。ここでまた坂もぎが手こずる。坂もぎが立ちふさがる。そして再び工兵が鍵縄を投げつける。今度はうまくかかりました、かかりました。そして工兵2人が力いっぱい柵を倒した。そして再び槍兵が矢板を倒す。やってくる。そしてかき分ける、かき分ける。到達。1分2秒。槍兵さんいかがでしたでしょうか。めちゃめちゃ大変です。かかんないです。鍵縄がかからない。鍵縄かかんないと。お柵が倒れないですよね。柵が倒れない、こいつが坂もぎな。枝が刺さります。刺さりました。怪我はしてませんか。なんとかなんとかよかったです。